はい、議長。4番谷口匠君。会派清流の谷口です。会派を代表して質問させていただく機会をいただいた同僚議員、先輩議員に感謝し、質問に入ります。本年7月から8月にかけ、全国で豪雨が降り、各地で甚大な災害が発生いたしました。被害に遭われた方に心からのお見舞いと、災害復旧に携われた方々に感謝いたすものであります。小矢部市においても8月13日からの大雨により、市内複数の河川に水防警報が発せられ、水防段待機水位、その後さらに増水し、氾濫注意水位まで増水した河川もありました。水防警報が15日に解除されるまで、消防分団による警戒見回りや、13日の夜は寝ずに豚所に詰めていた分団もあったと聞いております。分団の方々には感謝を申し上げる次第であります。消防団の警戒見回りもあり、幸いにも人的被害はなかったようですが、市内の約12箇所で被害が発生したと聞いております。特に荒町内では地滑り災害が発生し、この地滑りにより神社が倒壊する恐れや、農地、水田、市道などに甚大な災害が発生いたしました。住民の方々には心からのお見舞いを申し上げるものであります。まず今回の大雨による市内各地の被害状況や規模、復旧予定、また昨年7月から地滑りにより通行止めとなっている天田峠を経由し、栗から検定公園に向かう県道286号の復旧予定も含めて教えていただきたいと思います。小矢部市のハザードマップを見ますと、市内には多くの土砂災害警戒区域や洪水による浸水被害が想定されています。今回は荒町市内で大きな土砂災害が発生しましたが、市内ではいつどこで災害が発生するか分かりません。災害には迅速に対応できる準備と、災害を未然に防ぐ努力が必要だと思われます。小矢部市の災害への準備や対策状況を教えていただきたいと思います。次の質問に入ります。コロナ禍における小矢部市の対応についてお伺いいたします。昨年の春は全国に緊急事態が宣言され、小矢部市においても学校が休校になるなど、ほとんどの行事ができませんでした。今年の春からはワクチン接種も始まり、マスクや消毒液などの感染防止対策をし、徐々に行事が行われるようになりました。しかし祭り等の密が発生する行事は未だに中止が相次いでおります。このような中、7月に入り、デルタ株の影響からか感染の再拡大が起こり、東京では4回目の緊急事態宣言が7月12日に発出されました。しかし感染の再拡大に歯止めがかからず、医療が逼迫したこともあり、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置地域を拡大し、期間も延長されました。
富山県においても警戒レベルを8月16日にステージ3に引き上げ、その後8月20日には富山市がまん延防止等重点措置の対象地区とされました。小矢部市においても感染者が累計49名発生し、地域行事を復活させることが難しくなってきております。コロナを克服することが地域経済や地域行事、また社会福祉活動を復活させることにつながると思います。小矢部市の新型コロナ感染症対策状況、ワクチンの接種状況や今後のスケジュール、小中学校でのクラスター発生防止対策や、仮にクラスターが発生した場合の対策を考えているのかお聞かせ願いたいと思います。市主催の幼児や町内会、各種団体、また伝統芸能の行事が収支されております。また高齢者施設での面会制限や、各地域の社会福祉活動ができないことによる弊害等の状況を小矢部市で調査しているのか、調査しているのであれば状況を教えていただきたいというふうに思っています。昨年9月の本会議で、地域行事や伝統芸能の継承について質問をいたしました。市当局の返答は、各種団体の実情を聞き取り、必要な方策を検討するとの返答をいただいておりますが、実情の聞き取りを行ったのであれば、その実情と方策も教えていただきたいと思います。獅子舞のような伝統芸能は、2年も中止すると、復興しようとしても、口伝え、手伝えで伝承し、練習するため、期間や準備、また費用も例年以上にかかると思われます。小矢部市の大切な伝統芸能を保存、伝承させるために、助成金等の対策を考えていただけないか、またその他の対策があれば教えていただきたいと思います。今後、ワクチンの接種が進み、感染者が減少しても、市内の商工業は、何度にもよる感染症拡大防止措置により疲弊しきっております。小矢部市においても雇用調整助成金の申請補助に始まり、中小企業等へのビヨンドコロナ応援資金等とですね、今回コロナ対策で4度目のプレミアム付き商品券発行事業を考えておられるようですが、より効果的な対策となるよう、PR や販売方法を工夫し、事業に当たっていただきたいというふうに思います。最後の質問に入ります。脱炭素社会に向けた小矢部市の対応についてお伺いいたします。2016年のパリ協定を契機に、グローバル企業をはじめとして、脱炭素化を企業経営に取り組む動き、脱炭素経営が国際的に拡大してきております。このような世界情勢もあり、昨年、菅総理大臣は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにし、脱炭素社会の実現を目指すと宣言されました。地球温暖化対策の推進に関する法律では、都道府県及び市町村は、その区域の
自然的社会条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し及び実施するように努めるものとされております。昨今脱炭素社会に向けて2050年二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを表明した地方自治体が全国で432自治体あり増えつつあります。富山県では富山市、南砺市、魚津市、立山町が表明をしておるそうでございます。小矢部氏は計画を策定し表明する予定があるのかを教えていただきたいと思います。小矢部氏氏によりますと小矢部市内では明治44年に宮島地区の高坂付近で小矢部市で初めて水力発電所が作られ市内3カ所にアーク灯が灯されました。当時の砺波郡内では初めての点灯であったようです。後に各地の水力発電所が統合され現在の北陸電力になったとも書かれていました。小矢部氏は明治の頃県内では水力発電の先進地であったようです。現在は小名瀬川ダムで小水力発電、稲葉山では風力発電、家庭や空き地でのソーラーパネル発電等も見られますが自然エネルギーはまだまだ埋蔵されていると思います。第6回全国小水力発電大会が関係者を集め本年10月28日から30日までの3日間富山市で開催されると聞いております。大会に参加し見識を深め小矢部氏としても公共施設にソーラーパネルを設置することや中小河川や農業用水路を利用した小水力発電を行うなど自然エネルギーを発掘するなどし脱炭素社会に向けた施策を行う考えはあるのでしょうか、教えていただきたいと思います。自動車産業も世界的に脱炭素社会に向けた取り組みが行われております。その一番の取り組みが2030年半ばまでに軽自動車を含んだ乗用車の新車販売をすべて電動車へと変化させる取り組みを行っているそうであります。日本の自動車メーカーも燃料電池自動車や水素自動車、電気自動車の開発が行われております。アメリカの新興電気自動車メーカーは2008年から電気自動車の生産を始め世界で最も売れている電気自動車メーカーへと成長し2020年には電気自動車の生産台数が100万台を超えたと聞いております。日本でも都市部の充電インフラが充実するにつれ電気自動車の販売台数が増えてきております。小矢部市においても電気自動車充電施設の充実を図ることが急務だというふうに思います。これは一つの例ですがアメリカの自動車メーカー製の急速充電施設は日本の急速充電施設の50キロワットと比べ5倍の
250キロワットで充電できると聞いております。この充電施設は現在自社の電気自動車しか充電できませんが、2021年後半に他社の電気自動車にも充電できるように対策を行うと表明をされております。この充電施設の特徴は高性能なだけではなく、設置する土地を提供することによりメーカーが費用対効果を勘案し、設置や維持管理もメーカーが行います。日本ではまだ多くはありませんが、全世界では2500箇所、2万5000台以上の充電施設が設置されているそうです。国内では、群馬県の道の駅に設置された先進事例や、都市部の民間の商業施設などに多く設置されているそうです。小矢部氏が道の駅で設置を希望し選ばれれば、設置費用や維持管理もメーカーで行うので、市の維持管理もなく都市部からの小矢部氏への集客にもつながり、脱炭素社会にも貢献できます。小矢部氏においても調査研究をして応募してみてはどうでしょうか。先ほどからも言いましたが、脱炭素社会を目指す動きは行政のみならず民間企業でも大きな時代の波として迫ってきております。小矢部氏も遅れを取らず脱炭素化社会に取り組むことをお願いし、会派清流の代表質問といたします。桜井盛雄君。谷口議員によります会派清流の代表質問にお答えをさせていただきます。最初のご質問は8月の大雨による市内の被害状況と対応について2点お尋ねでございますので、順次お答えをさせていただきます。まず大雨の被害状況と復旧方法についてであります。本市の被害状況につきましては、市道への土砂崩れが別所滝、高坂、寸内地、臼谷の4地内におきまして計4路線ございました。でこれについては高度の除去を行い、8月18日までに復旧を完了いたしております。また電のり面の一部崩壊が妙ヶ滝、仙石地内でございましたが、妙ヶ滝地内は高度の除去により復旧は完了をいたしております。仙石地内につきましては国庫補助による災害復旧事業により対応をする予定といたしております。それから荒間地区の地滑りにつきましては、現在通行止めとしております市道が2路線、それから農地や田、荒間神社境内地など広範囲に被害が及んでおります。で今後の対策といたしましては、県による地滑り対策事業が実施をされ、地滑りの動きが停止が確認された後、市道や農地、それから農業施設の国庫補助による災害復旧事業を実施することになります。その他、市のサイクリングターミナルのソフトボール場に海苔面から土砂崩れがありましたが、復旧は完了をいたしております。また市環境センター不燃物選別等に建物浸水が発生をいたしましたが、迅速な排水作業により被害の拡大はございませんでした。安楽寺地内の県道286号刈安安楽寺線の通行止め区間につきましては、道路管理者である県へ確認いたしましたところ、昨年の7月7日に地滑りの発生を確認した後、
速やかに応急工事等を行うと同時に、これまでに地質調査のほか、地滑り発生箇所の観測や解析などを実施をし、対策候補の検討を行い、本年8月には国の災害査定を終えているところであります。で、現在は工事発注に向けて実施設計を行っており、災害復旧工事につきましては、令和3年度中に着手をし、令和4年度中の完成を目指すとのことであります。2点目は災害への準備、それから対策状況についてのお尋ねでございます。近年の災害への準備対策といたしましては、平成25年度に防災行政無線のデジタル化や、自治会、それから指定避難所への個別受信機の配備、並びに防災備蓄倉庫の整備、平成30年度には防災行政無線の自動電話応答装置の設置など、逐次整備をしているところであります。また、防災備蓄品の整備といたしましては、市地域防災計画における最大の被害想定に基づき、現在2日分の食料を現物で確保しているほか、毛布、簡易トイレ、段ボールベッド、それからパーテーション、それから避難用テントなど、資機材をはじめ、マスクや手指消毒液など、感染症対策物品についても備蓄をいたしております。また、防災意識の向上に向け、出前講座や防災研修会などを通して、市民への防災意識の向上を図るとともに、出水期前には水害や土砂災害情報を広報親部に掲載をし、注意喚起に努めるなど、防災対策の知識と備えなど、周知に努めているところであります。さらには、常日頃から訓練が何よりも大切であるとの認識のもと、平成24年度からは、住民や各種関係団体の連携のもと、より実践的で多様な視点に立った市総合防災訓練の実施に努めているところであります。次にハード面の対策といたしましては、これまでも県におきまして、後ろ谷および八津和町、領地内、それから南大地区等において、地滑り対策工事を実施しておりますが、現在でも谷坪の地内において引き続き、地滑り対策工事を実施するとともに、市内7カ所の土石流危険渓流において、土石流対策工事を実施をしているところであります。また、羽生地区において、急傾斜地崩壊対策工事を1カ所実施をするなど、現在、防災対策に努めているところでもあります。ご質問の2点目は、コロナ禍における小部市の対応について、これは6点お尋ねでございますので、順次お答えをいたします。まず、本市の新型コロナウイルス感染症対策の状況につきましては、議員ご指摘のとおり、8月16日から県独自の警戒レベルがステージ3に引き上げられたことに伴い、人流の増加や感染リスクの高まりを防ぐため、8月18日から当面の間、公共施設の臨時休館を行っているところであります。また、市民の皆様方には、3密の回避や感染リスクが高まる5つの場面の回避、マスクの着用、手洗いや手指消毒、人との距離の確保、換気などの基本的な感染防止対策の徹底、また、事業者の皆様方には、職場内での感染防止対策の再確認と、従業員への周知徹底、およびテレワークや時差出勤の推進を、市のホームページや市防災緊急メール等を通じて、現在お願いをしているところであります。2点目の新型コロナワクチン接種につきましては、まず本年5月から高齢者に対して接種を開始し、8月28日からは接種対象者である12歳以上のすべての市民が予約できる体制を整え、順次接種を進めている状況でございます。で、8月末時点では、接種対象者となる12歳以上の市民2万7272人のうち、すでに1回目の接種を終えた方が
18,574人、これは 68.1% でありますが、となっておりまして、これにワクチン接種の予約を済ませている3552人を加えると、合計22,126人、81.1% に当たる市民がワクチン接種を希望し、準備を進めている状況にございます。今後の本市のワクチン接種につきましては、引き続き予約状況、それから接種の実績等を確認しながら、接種を希望する市民を誰一人取り残すことなく、接種ができるよう適切に対応をしてまいりたいと考えております。3点目は、小中学校でのクラスターについてのお尋ねでございます。最近の新型コロナウイルスの感染状況におきましては、デルタ株の影響などにより、全国的には10代や10歳未満の感染が以前より多く見られることから、本市の小中学校においても、なお一層の注意と感染防止に向けた取り組みが必要と考えているところであります。そのための一番重要なことは、学校へのウイルスの持ち込みを防ぐことであり、8月30日付文書において、保護者に対し、毎朝の検温や健康観察等のさらなる徹底を依頼するとともに、児童生徒に発熱等の風邪の症状がある場合だけでなく、同居のご家族に同様の症状がある場合においても、登校を控えるよう再度依頼をさせていただいたところであります。また学校生活における感染防止対策としては、校内での密集、密接、密閉の3密の回避をはじめとして、マスクの着用、手洗い、換気などの実施により、感染症対策の再徹底を図るとともに、授業では児童が近距離で対面形式となるグループワークは長時間は行わない、給食では一方向を向いて静かに食べることなどを徹底をいたしており、また中学校の部活動におきましては、基本的な感染症対策を徹底した上で、原則校内のみの活動とし、さらに活動時間を2時間までとすることを、先月末の中学校長会で確認をしたところであります。このような取り組みにより、クラスターの発生を防止し、可能な限り学校を継続することで、児童生徒の学びの保障に努めているところであります。なお、本市では児童生徒、教職員、保護者に、濃厚接触者や感染者が発生した場合の対応基準をケースごとに定めており、関係する児童生徒等の行動履歴に応じて、学級単位、学年単位、学校単位での休業措置を取ることといたしております。で、万が一クラスターが発生した場合には、県厚生センターなどと連携を図りながら、必要な期間、臨時休業の措置を取ることで、さらなる感染拡大を抑えていく必要があると考えております。4点目は、コロナ禍によってさまざまな弊害が出ていないかというお尋ねでございます。本市におきましては、ご指摘の町内会、それから各種団体や伝統芸能の行事の中止の状況、また高齢者施設での面会の制限、それから各地域の社会福祉活動が実施できないことによる弊害などの状況につきましては、現在、独断調査は実施をいたしておりません。しかしながら、地域の見守りや人材育成などにおきましては、地域コミュニティが果たしてきた役割の脆弱化をはじめ、高齢者の認知機能の低下や引きこもりなどが懸念されるものと考えております。5点目は、やはりコロナ禍の中において、地域行事、それから伝統芸能の継承について影響が出ているのではないかというお尋ねでございます。これは議員もご承知のとおり、今年度も新型コロナウイルス感染症の拡大によるお祭りなどの伝統文化行事への影響は続いており、4月の伊豆林曳山祭りにつきましては、
一斉巡行、それから勢ぞろいの行事が中止となりました。6月の津沢豊庵丼祭りにつきましては、代替行事としての太鼓の共演会のみの実施となりました。また、例年5月に行われてまいりました獅子舞大共演会も中止となり、さらに春祭りの獅子舞も多くの町内で中止となっているところであります。これらの小矢部三大祭りにかかる三大祭り伝承検討委員会におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響のみならず、少子高齢化の進行による後継者不足も大きな課題であるとの意見が出されたと伺っております。またその他にも、雅楽や元年坊祭踊り、それから源氏太鼓などの伝統芸能につきましても、聞き取りを実施したところ、やはり多くの行事が中止になっており、発表の場がなくなっていることが継承していく上でも問題であるとのお答えが多く寄せられているところであります。また練習につきましては、集団で行うことがなかなか難しい、それから県の警戒レベルがステージ3に上がってからは、公共施設が使えないとの理由などから、平時に比べて必要な回数が確保できない状況になっているところであります。祭りや伝統行事におきましては、集団で行事や練習を行う必要があるものが多いことから、現在の状況では、個人練習を中心として、屋外や換気の十分な広い会場での練習など、できる範囲での活動に努めていただかざるを得ないものと思っております。ご質問の6点目は、伝統芸能保存、それから伝承対策についてのお尋ねでございます。新型コロナウイルス感染症の影響が今後どの程度の期間続くのかは、現時点ではまだ見通しが持てない状況であります。伝統行事の実施や伝承においてもなお困難な状況が続くことが懸念をされております。で、本市といたしましては、今後も新型コロナウイルス感染症が市内各地区の祭りや伝統文化に及ぼしている影響について、引き続きしっかりと把握し続けるとともに、お祭りや行事が再開できる状況になった時点において、その時の状況に応じ、各指定文化財保持団体、それから各町内が必要とされる支援等についても、これはしっかりと検討をしてまいりたいと考えております。7点目は、プレミアム付き商品券発行事業についてのお尋ねでございます。本定例会において提案いたしましたプレミアム付き商品券事業につきましては、コロナ禍において冷え込んだ地域経済の活性化を目的として、市商工会が実施をするものであり、事業者の皆様方はもとより、市民の皆様方にとりましても、関心が高い事業であると認識をいたしているところであります。今回の事業では、市内に本店を置く法人、および個人事業主の店舗でのみ使用できる商品券の割合を大きくすることで、中小規模の事業者を重点的に支援をする内容となっております。また、商品券の換金につきましても、随時、小切手による換金を行うことで、事業者の円滑な資金繰りに資することが期待され、負担の軽減につながるものと考えている次第であります。合わせて市の商工会では、今回、商工会の会員事業所における消費拡大につなげることを目的とした、ダブルチャンス抽選を行うこととしております。なお、事業の周知および販売方法につきましては、事業者、それから市民の皆様方にとって分かりやすく、利用しやすいものになるよう、工夫をするとともに、より効果的な事業となるよう、市商工会と連携をして実施をしてまいりたいなというふうに思っております。ご質問の3点目は、脱炭素社会に向けた小矢部市の対応について、これは3点お尋ねでございますので、順次お答えをいたします。1点目は、脱炭素社会に向けた計画を策定し、表明する予定があるのかとのお尋ねであります。
国内における地球温暖化対策を推進するための枠組みを定めた法律であります。地球温暖化対策の推進に関する法律の第21条には、地方公共団体は地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減、並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画、地方公共団体実行計画、これを策定するものと規定をされているところであります。で、この地方公共団体実行計画は、事務事業編、それから区域施策編の2つから構成をされることになっておりまして、このうち本市では、事務事業編に該当する小矢部市地球温暖化対策実行計画事務事業編を平成30年度に策定をいたしているところであります。この事務事業編につきましては、本市の所有する公共施設、それから庁用車等から排出されます温室効果ガスの削減を目的といたしております。具体的には、令和12年度、2030年度までに、基準年度である平成25年度と比較をし、34.9% の削減目標を掲げておりますが、直近の令和元年度、2019年度では、基準年度比で約 17% の削減となっております。一方、区域施策編では、地域全体における温室効果ガス排出量の削減を目的としており、現在、策定に向けた検討を進めているところであります。また、県のワンチーム富山におきましても、ゼロカーボンシティ富山の実現が連携推進事項に選定をされたことを受けまして、県および県内市町村とで構成するワーキンググループを通して、情報の共有、連携を図りながら、温室効果ガス排出量の削減に対する具体的な施策等を現在検討をしているところであります。本市といたしましては、このワンチーム富山での検討結果を踏まえながら、区域施策編の策定とともに、ゼロカーボンシティの表明について、これは早急に取り組んでまいりたいというふうに考えております。2点目は、自然エネルギーによる施策についてのお尋ねでございます。脱炭素社会の実現にあたっては、自然エネルギーをはじめとした再生可能エネルギーの普及や、市民一人一人が省エネを心がけるなど、日常生活において身近なところから取り組むことが肝要であると考えております。現在、本市の再生可能エネルギーの普及にかかる施策につきましては、ペレットストーブを設置された個人等に対し、費用の一部を補助する市ペレットストーブ設置推進事業がございます。また、省エネにかかる対策につきましては、平成17年度から市環境保健衛生協議会の事業計画の基本方針の一つに、地球温暖化防止活動の啓発を掲げ、これに基づき、小中学校の生徒さんに環境ポスターの作品募集を行うなど、各種事業を通じて、地域や家庭における地球温暖化防止に向けた普及啓発活動を積極的に推進をしているところであります。本市における脱炭素社会に向けた施策につきましては、議員ご指摘の小水力発電について、これは平成24年に、平成24年度に導入可能性調査を行っておりますが、当時の調査結果では、いずれの候補地も水量、それから落差が確保できなかったり、確保できたとしてでも、事業の採算性で問題があることなどにより、導入には適していないとの報告があったところであります。しかしながら、その後の技術革新、あるいは再生可能エネルギーに対する期待の高まりなど、当時とは状況が変化していることもございますので、今後の施策検討におきましては、再度導入の可能性を探るなど、その他の各種再生可能エネルギーの導入や利活用を含め、
先進事例等を調査研究し、その手法や実現可能性等を慎重に検討してまいりたいと考えております。で、富山市で開催されます全国小水力発電大会等への参加なども含めまして、これはさまざまな機会を捉えて最新の情報の収集にしっかりと努めてまいりたいと考えております。なお、先ほど答弁いたしました地球温暖化対策実行計画の区域施策編におきましては、策定にあたり再生可能エネルギーの利用促進に関する目標を盛り込む必要があることから、区域施策編の策定と合わせて本市における今後の具体的な施策等についてしっかりと検討もさせていただきたいと考えております。3点目は電気自動車充電施設の設置について調査研究をされてはとのご提案をいただきました。議員申されるとおり、昨今の電気自動車の普及により電気自動車用充電設備はインフラとしての重要性が高まっているところであります。で、現在小矢部市道の駅においては出力50キロワットの電気自動車用急速充電設備1台を設置しており、一般的な国内メーカーの自動車であればこれは短時間で充電することが可能となっております。一方、議員ご指摘のアメリカの自動車メーカーが販売する電気自動車は大容量バッテリーを搭載していることから、現行の設備を使用して充電をすることはできるものの、その容量に見合う充電量を短時間で確保することは難しいのが現状でございます。で、議員ご提案のメーカーによる充電設備の設置につきましては、本市の負担なく充電インフラを設置することができること、また充電を目的とした新たな観光客の掘り起こしが期待できることなどがメリットとして考えられることから、本市といたしましては、今後議員ご提案の充電設備の応募設置条件等につきましても調査研究を進めてまいりたいと考えている次第であります。以上、谷口議員によります会派整流の代表質問の答弁とさせていただきます。4番谷口匠君。はい、今ほどはですね、市長さんの方から、大変前向きな答弁をいただいて本当に感謝しとる次第でございますが、2点ほどだけ、再質問させていただきたいと思います。地滑りのことなんですが、県道286号の天田峠へ向かう道、これが、昨年、被災して、来年再来年ぐらいまでかかる、2、3年かかるということですが、それを考えるとですね、この荒町内の方もかなりの年数がかかるのではないかと、そのような見通しはどれほどかかるのか、やっぱり水抜きしたり測量したりとかいろんなことがあると思いますが、その間にもやっぱり大切な農地が使えないということもありますし、できるだけ早くしていただければというふうにも思いますが、地滑りが止まらんとできないという話も聞いております。そこら辺の方はどういうふうにお考えになられてるのかということを一つ教えていただきたいのと、もう一点コロナに関してですね、1回目の接種が 68.1% で、予約入れると68.1% で予約入れると 81.1% ということで、かなり高い数値だとは思いますが、ある特定の人に聞くと、別に体は別に都合悪いわけじゃないんだけど、ワクチンが嫌いだと、打つことが心配だと、今の段階では心配だと、私も親にも打たせない、そう言ってる人もおられました。やっぱりそういう人にもですね、なんとかその理解していただく機会を作ってですね、より一層ワクチンを打っていただく利率はパーセントをですね、どうしても医学的に打てない人は仕方がないと思いますが、極力打てる人は打っていただけるような施策の方を考えていただけないかということを再質問させていただきます。
はい、市長、桜井盛雄君。再質問で2点ご質問をいただきました。まず1点目、荒間地内の地滑り対策について、でございます。これは新聞報道でもございましたとおり、8月19日に県の倉堀副知事、それから都川危機管理局長をはじめ、県の農林水産部の皆様方に現場をご視察いただき、対応をお願いしたところでございますし、それから新田知事の方にも先般、要望にも行ったところでございます。で、現状を見ておりますと、荒間地区の地滑りにつきましては、以前、平成4年でしたか、以前、地滑りを起こしたところが再度、また滑ってきているという状況でございます。ただ、当時と違いますのは、荒間神社のところ、神社の基礎部のところまで拡大したというところに、非常に我々も衝撃を受けた次第でございます。で、ご存知の通り、地滑り対策工事というのは、地滑りが止まってからその対策工事を行うのが、これはもう大前提でございますので、そういう意味では今現在まだ少し動いているということで、なかなか対策工事に踏み込めないところでございます。ただ、荒間神明のお宮さんにつきましては、その崩落の危険性があるということから、崩落しないようにですね、ワイヤーロープで、とりあえず安定性を保つということで、今進んでいるところでございます。それから応急的な措置につきましては、これは県の高岡農林振興センターの方で、今ブルーシートの被覆、それから地方水抜きボーリング等々を今現在やっていらっしゃるところでございますので、その応急対策工事を経て、これから本格的に入っていくというところでございますので、当面はその応急対策工事で十分に、その後、拡大しないような措置が取られるというところで、ご理解をいただければというふうに思っております。それから2点目のワクチン接種につきまして、議員おっしゃる通り、副反応が怖い、それからそもそもワクチンを打ちたくないという方はいらっしゃるんだろうというふうに思っております。で、市では今度その未接種の方々に、お願いの文書と、それからいろいろなデータ、副反応についての相談事、そういったことをそんなにたくさんもいらっしゃらないものですから、封書でですね、そういうお届けして、ぜひ接種をしてくださいというお願いの文書を送らせていただきたいというふうに思っております。ただ、ご存知の通り、このワクチン接種につきましては、強制ではございませんので、本当にお願いベースになるわけでございますけれども、今は、本当に、この危機を乗り越えるには大きな武器の一つでありますので、ぜひ市民の皆さんにはワクチン接種を、未接種の方にはお願いをしていきたいなというふうに思っています。谷口拓実君。ありがとうございました。もう一点だけすみません。ちょっともう一点聞きたいのはまた地滑りのことなんですが、現在地滑りを起こしたところは水田であるということで、現在耕作もされているところがダメになってたりですね、またその市道の下にパイプラインが通っているということで、来年の春作付けができるかということを地元の人がかなり心配もしております。そこら辺の応急措置の方はよくというか、きちっと来年の春までできるのかどうか、その一点だけお聞きして私の質問を終わりたいと思いますが。市長、桜井盛雄君。荒間地区の皆様方 のご心配の向きにつきては重々承知をいたしております。地区住民の集会等々にも
参加をさせていただきましてですね、もう地区住民の皆さんの心に寄り添ったそういった対応もしっかりとさせていただきたいと思います。はい、谷口拓実君。会派整理の代表質問を終わります。ありがとうございました。